こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、人はみんな性格っていうのがありますよね。例えば私は、人前に出たらすごいこう お祭り的というかわーってこう場を盛り上げることができるんですけど、実は本当の性格っていうのは、これみんな信じてくれへんかもしれんけど、めっちゃ人見知りで、すんげー気遣いで、どっちかっていうと一人でいる方が好きなタイプなんですね。そういう性格があるんですけど、中にはね、そのね、人が怖いとか、こう人が苦手だっていうところも、私もどっちかっていうと苦手なタイプなんですけど、こう見えて本当は。でもまあスイッチ入ったら喋れるんですけどね、本当は苦手なんですよ。数から楽しんで喋れてる方は気使って喋ってるんですねっていう性格なんだけど、その人が苦手だっていうところが、こう極端に苦手すぎて人とも関われないとかね、日常生活の中でこの生活に支障をきたすようなその苦手っていうものがある時っていうのは、性格っていう一つのその性格って、そういう単純なことで片付けられないことっていうのがあるんですね。で、私の人が苦手っていうのは、スイッチを入れたらちゃんと社交的に関わることができます。苦手だけどできます。これは社会生活で特に支障をきたしてない、だから単なる性格だねっていうことで終わるんやけど、中にはその支障をきたすっていうことが起きてきた時に、これは性格で片付けたらあかんっていうパターンがあるんですね。で、今日はちょっと一枚お手紙いただいてるんですけども、このちょっと不安がねすごく強いあのママさんのお話で、彼女は自分のこの性格があって、性格の問題やと自分の問題やと捉えてるんですけど、これね、私は読んでて違う精神科案件だと思ったんですね。もしかしたらこの動画を見てくださってるあなたも、性格仕方がないで終わらせず、精神科に行かなあかんやつっていうパターンもねあるかもしれないので、自分と当てはめてみて、もしかしたら自分もこれかなってもし見つけた方は、ぜひね躊躇せずに病院にね行ってほしいなと思います。ということで、一つお手紙を紹介したいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。はい、ではお手紙読みますね。はい、私は今22歳です。子供を産んでからなぜか思ってることや話したいことがすぐに言葉にできなくて、話したくても話せないことがあったり、相手にうまく伝わっていなかったりと、思ってることをずっと心に溜め込んでしまいます。特に電話が苦手で、病院の予約をするだけでも必要以上に緊張してしまって、自分の生年月日も焦ってすぐに言えないほどになります。以前は普通に学校に行ってバイトをして、友達と遊んで普通に楽しく話せて何も問題なかったのに、子供が生まれてから孤独の時間が増え、友達もどんどん遠のいてしまって、一人で育児をしている時間がとても虚しいです。旦那も帰ってくる時間が遅く、ほとんど話す時間がありません。休みの日にも自分の思いを伝えようとはするけど、何から話していいのかわからない。ずっと話そう話そうと思っていても結局話せないことが多く、こんな自分が嫌になってしまいます。過去に私が幼い時に両親が殴り合いになるほどよく喧嘩をしていました。部屋はめちゃくちゃで、父は食器棚を倒して割れたお皿の上に母を突き飛ばす。あざだらけで血まみれの母を見て、私は恐怖で震えました。何度か止めようとしても、私も父に突き飛ばされて大泣きしてたことが何回もありました。11歳の時に両親は離婚しましたが、あの時の恐怖を鮮明に覚えています。そんなことがあって、自分の子供には喧嘩をするところを絶対に見せたくないという思いが強くなって、旦那と話す時に何かされるんじゃないかと怖くなって、喧嘩しないように話すことを避けてたのかもしれません。普段は優しくて、休みの日には育児も家事も協力的ですが、いつか豹変してしまうんじゃないか、何かされるのではないかと考えてしまいます。考えすぎだとは分かっていても、ふとした時に過去のことを思い出してしまって、言いたいことが言えないです。それが旦那だけではなく、誰でも話すことが怖くて、相手にどう思われてるんだろうとか、自分変じゃないかなとか、日常生活でも気にしすぎと分かっていてもとても辛いです。こんな自分で子供たちを育て上げる自信がありません。
どうしたら久子さんみたいに上手に話せるようになれますか？どうしたら自分に自信が持てるようになれますか？共感してくれる人がいなくて、もしよろしければ動画にしていただけると嬉しいです。ね、はい、こういうお手紙なんですけどね。まあ一見ね、性格やなとか、そのちっちゃい頃に両親がね、ちょっと殴り合いやったり喧嘩やったり、ちょっとねこう DV かな、あのお父さんのねお母さんに対するそういうものがあったりとかで、まあね、あの彼女自身がこうトラウマを抱えてて、で、まあ、それが引き金になって、あのこの彼女がちょっと必要以上にあの人と喋りにくいっていう状態に自分が子供を産んだからこそなっちゃったんかな、これ変えていかなきゃねみたいな話に、まあ、なるんですけども、これね、私読んでて、私あの精神科のドクターではないので、これだよという診断はもちろんしてはいけないですし、あの、まあ、持ってる知識の範囲であの喋りたいなと思うんですけども、一番にこうポッと、ね、浮かんだのがね、これね、性格ではなくて社交不安障害っていう精神疾患が浮かびました。マシュマロで肌と心に優しさを、社交不安障害です。社交、そのいろんな人と関わるっていうね、家の外でのいろんな人間関係ですよね、そこに対しての不安障害っていうね、あの疾患なんですけども、これ実はね、あの思春期以降の女性にやっぱ発症しやすいとは言われていて、で症状としてはね、人前で話すことっていうのがすごく怖くなってしまって、あともうこの手紙にも書いてあったけど、まさしく電話をするのがすごく怖い、もうできない、で下手したらその恐怖不安だけじゃなくて、もうそこにこう動悸がしてきたりとか、こう震えてきたりとか、もう汗がぶわ出てきたりとかっていうね、身体症状が現れる、もう無理、電話ができないっていう、そんな症状が出てきてしまったり、あとはね、人前で文字を書く、字を書くっていうのがどう思われてる、見られてるみたいな、そこでもう怖くなっちゃって、もう手が震えて文字が書けない、銀行とか郵便局とかでこう書類、病院のね問診票とか、人がいるところで文字を書こうと思ったらもう緊張してしまって、怖くてもう字が書けない、もうなんか震えてしまって字がむちゃくちゃになって書けないみたいなね、そういう症状が現れたりっていうのがすごくあります。あの疾患になるんですけどもね、もう異常に、この必要以上に人にどう見られてるやろうか、他人からどう見えてるかっていうところがもう怖くてたまらないっていうね、そういう疾患なんですよね。でそもそもね、このね、まあ、社交不安障害って名前になってますけど、この不安っていうのは、あの普通はね、不安っていうのは あるべき感情というかものなんですね。っていうのもこうやばいっていう、危険だってなった時に、私たちはそれに対してこう不安を感じ、不安っていうのはもう漠然とした、そのなんかわからへんけど、その目の前にあるものに対する恐怖感っていうものが不安 の定義になるんかなと思うんですけどね。これ結局そのなんかやばいっていう環境のところで、そこに自分自身に警戒しろよ、やばいぞこれっていうのを、あの体がね本能的に教える、その時にこのやばい状況があった時って、あの即断でそれと戦うのか、それともそこから逃げるんかっていう二択を迫られるわけです、人間っていうのは。これ動物もそうなんですけどね。そしたら、戦うか逃げるかっていうのをする時に、どっちにしてもこう、こういう状態やったら戦うも逃げるもとっさにできないわけですよ。ぐっこう緊張を走って、こう汗が出て心拍が上がって、こう頭フル回転みたいな、交感神経がグンって上がる状態にならないと、戦うか逃げるかっていう、この危機に対して、目の前の危機に対しての、これをどう乗り切るかっていうね、対応はできないんですよね。だからね、こういう時、不安を感じた時っていうのは、人間は基本的にこの自律神経、あの無意識に動かしている血圧とか、脈拍とか呼吸とか、ね、体温調節とか、そういうものが自律神経って言われるんですけど、こういうものを無理にグワッてこう上げて、それでこの目の前にあるストレスにどう対決するかっていうのを考える、これがストレス耐性とかってね言われたりするんですね。まあ大抵の人は、そこから上手に考えよう、それを考えようにしとこうとか、深呼吸しようとか、何ならもう早く終わらせてしまおうとか、それに対しての何かこう、あの方法を考えて、その不安から逃れる
ように仕組まれてるんですね。で上手にそれに適応するんですよ。不安来た時でもなんか変な感じでなんかお腹痛くなってきたりとか、すごいトイレ行きたくなったりとか、いろんな身体症状も現れたりしますけど、一瞬そうなるけど、でもなんだかんだでそれをうまくこう適応して乗り越えていく力っていうのがあるんですね、人間っていうのは。ただこの社交不安障害っていうのになっちゃうと、そのストレス不安なものが来た時にそれに上手に立ち向かうっていうところの、その自律神経の中の交感神経とリラックスの副交感神経、この2つのバランスがをうまく取れなくなって、自律神経と交感神経、その興奮状態だけがザーって上がりすぎてしまって、もう動悸息切れ発汗もうクラクラめまい無理倒れるみたいなね、そういう症状が現れるのが、まあ、この不安障害って言われるものなんですね。まあ、代表的なものにパニック障害とかがありますよね。パニック障害っていうのもこれ別に何にもなかったのに突然うわーっと不安がやってきて、そこにこの交感神経、危機に対して、はい、戦うか逃げるかのね、そのホルモンがブワーって上がりきってしまって、で体調悪くなっていって、そこでもう崩れてしまうとね、またこの発作が出たらどうしようってなったら、もう余計怖くなってしまって、その同じような場面にも行けなくなっちゃったりっていうね、この日常生活に支障をきたすって、これが、まあ、パニック障害というものなんですけど、社交不安障害っていうのはそれの人前に出た時っていう、人が怖いという、これが不安であるっていう限局したものがしっかりあるんですね。これがパニック障害は、もう今家でリラックスしてたのになんで発作出るんっていう時に出るわけですよ、パニックっていうのはね。なので社交不安障害はそう社交なんですよ。だから原因が、まあ、はっきりしてる、まあ、こういう診断名がついてくるんですけどもね、うん。でまあ、彼女 も、まあ、もう実際もう電話ができないっていう症状が出てたりとか、生年月日が言えなかったりとかっていう、これちょっと日常生活していく上で支障をきたし始めてるよねっていうのがお手紙の中に見て取れました。なので私はこれ正確に、じゃあこういう風に考え方変えていこうよっていうだけの話ではダメやと思って、ちょっと紹介させてもらってるんですね。性格じゃなくて精神疾患で、精神疾患って言われるとまたね、ってなるんですけど、心も病気になるんですよ普通に。体も病気になるように、コロナかかったりインフルかかったりいろいろあるじゃないですか。体もそれと同じように心も病気ってなるんですよ。心の問題だけをなんか自分の甘えとかね、弱いとかね、そういう話じゃないから。で心病気になった時は病院行けばいいんですよ。体病気した時と一緒で、怪我したら病院行くじゃないですか。それと同じなんですよ。はい、心が病気になった時もね、精神科に行けばいいんですよ。これは行く案件だと思っているので、もしこのお手紙の彼女これ動画見てくれてたら、精神科勇気を出して行ってほしいなというふうに思います。と社交不安障害ね、これなんで起きるかって原因なんですけども、まあ、彼女がね手紙に書いてくれてたけど、幼少期にねちっちゃい時に、まあ、お父さんとお母さんがねすごい喧嘩をしたりとか DV を見せられたりとか、血まみれになってるお母さんの姿とかで、お父さんに彼女自身もこう突き飛ばされたりとかっていうね、そういう経験があるね、この環境要因ですよね。幼少期からの環境っていうものもやっぱりこの思春期後にこの病気を発症する一つのリスクにはなるっていうふうにやっぱり言われてますよね。あとはもう持って生まれたその気質、やっぱ性格的なもの、それもやっぱ原因の一つにはなってくるし、あとはそうやな、経験環境ですよね。この子供が生まれてきたって、今まではバイトして友達と遊んでっていう時はその守るべきものっていう、そのお父さんとお母さんと自分がいるっていう家庭っていうその概念から外れたところで自分の世界で生きてたから、これ発症せずに済んだやと思うんだけど、家庭を持って自分がその時のお父さんとお母さんの立場になって、そして自分がそのお父さんとお母さんを見てた子供の立場やった子供というものがここにいてっていう、時のその場面をこうフィードバック、こうなんかふわっとこう蘇るようなその環境が、今家族というものを築いたことによって彼女の中で、ね、大きく変わった。それが引き金になって、多分この子供を産んだタイミングでこの社交不安障害を発症しちゃったんじゃないかなとは思ってるんですよね。もう一つはその発症した時に頭の中、脳の中でどういうことが起きてるかっていうと、通常はこのストレスがかかった時にそれをうまくこう、まあまあこうしてこうしてこうしてちょっとしんどいけど、ああうまいこと逃れたわっていうね、そこをうまくこう適用できるように、脳の中からはドーパミンとかセレトニンっていうような脳内で伝達物質って言いますけど、ちょっと難しいんですけども、このストレスとうまく付き合うっていう、そういうね物質が脳からホルモンがバッと出るんですよ。ホルモンの出方のバランスをうまく取れないっていう脳の機能障害ですよね。そういうものも原因になってるって、はっきり分かってるんです、これ。ってなったら、
精神科に行って、そのセロトニン、その脳内伝達物質がうまく出せなくなってる病気にかかってるわけやから、それを上手に出せるようなお薬でちょっとこう押してあげるんですよ。そしたらそれに対してストレスに上手にこうできる、文字を書こうと思うけどそれは別に人に見られるけど別に大丈夫なんや、そうやそうやっていうね、そういう風に脳の中で考えられるようなホルモンを分泌するところをちょっとこう押してあげるっていう薬物、お薬でこうね、ちょっとこう押してあげるっていうような治療をやります。でそれプラス、認知行動療法っていうんですけども、今までのね、その、まあ、お父さんお母さんのにやられたことであったりとか、まあ、で彼女がいろいろこう経験してきて、そういう経験の中で彼女の中でこう長年かけてね出来上がったこの感情であったりとか、この考え方の癖みたいなのね、思考のねこの歪みとか偏りっていうのが多分できちゃってる。そこを、いや、こういうふうにあなたは思うかもしれないけど、でもほらよく考えてみて、今の状況、旦那さん優しいよねって、暴力も振るわないよね、これは大丈夫なやつじゃないみたいなね、そのこうなるかもしれへんっていう、もしかしたらっていう、そこのこの認知の歪みっていうのを認知行動療法っていうね、精神療法によって、これカウンセリングでやるんですけども、そこでその歪みを正しい思考のね、仕方にこう変えていってあげるみたいな、はい、こういう薬物の療法とお薬とこの認知行動療法という精神療法カウンセリング、この2本立てで少しずつ少しずつ時間をかけながらね、この症状っていうのを抑えていって、で治療して治していくっていう方向になるかなと思うんですよね。放置してて治るものではないと思うし、ちゃんとこれを診断してもらって叱るべき対処を取っていかないと、今後ね、何なんやろう私、みんなと違う、私異常やんなって言って、これどんどん自己肯定感下がっていってね、子育てもしんどくなっていって、夫婦関係もしんどくなっちゃったりするかもしれないから、これ気づいた早めに精神科行ってちゃんと治療したら、幸せな家庭気づいていけると思うし、みんな家族もハッピーになれると思うからね、ぜひ私は診断はしてはいけないんですけど、社交不安障害なんちゃうかなって私的には思うので、ぜひ一回、まあ、そうじゃなければなかったでよかったしね、精神科に行ってちゃんと診断をね受けてきてもらいたいなって思います。で同じように子供を産んでから日常生活に支障をきたすような何か、何やろこれっていうね、そういうものを感じている方々は、まあ、不安障害っていろいろあるんですけどもね、それこそ高所恐怖症とか、閉所恐怖症とか、集合体恐怖症とか、先端恐怖症とかもいろいろ恐怖症ってありますけども、これいうのが不安だみたいなってありますけどもね、それが苦手なのはいいんですけど、どう超えて日常生活に支障をきたすっていうことであれば、これは病的になりますもんね。その場合はぜひね、ほら動画見てくださってる皆さんも精神科によし行こうって言って、風邪ひいたから内科に行こう、怪我したから外科に行こうと同じように、心がなんかおかしいから精神科行こうで、もっと気楽な感じで行ってきてもらったらいいんじゃないかと思います。はい、自分のことをちゃんと見極めて、それにそんなん精神科なんてじゃなくて、適切に動いてあげることで自分自身も家族もみんなが幸せになれるんだよ、それが一番の近道。いつまでも悩んでるのはもったいない、やれることあるよとやればいい、やってもあかんかったら悩めばいいと思うんですよね。はい、ということで精神科にぜひ行ってきてほしいなと思いました。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。